はい、皆さんおはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。本日は、揚げ物一丁一丁目七日窓公園に来ております。こちらの公園ですね、以前から思っていることとして非常に公園の土地が低いんですよね。はい、まあ、いかに樽川通り側がこう盛り土されたかということを物語っているのかなと思うんですが、まあ、大体1メートルぐらいですかね。まあ、こう見てみると、まあ、かなり、はい、高いかなと、まあ、1メートルぐらいは少なくとも落差があるというところで、はい、非常にまあ土地の低い公園となっております。はい、目の前に、ありますのは、まあ、樽川通りということなんですけれども、樽川通りの名前の由来になったのは、現在の石狩市の樽川ですね、そちらに続く道ということで、この名前がついております。またですね、ここ一直線にこう空き地が少し道路側よりも土地が高くなって、残っております。もうかなり一直線ですね、こう見ると。はい、こちらがですね、旧樽川排水を埋め立てた河川跡地となってます。現在は暗渠河川として、前田川という名前で、まあ、この地下にですねパイプが通っているという感じです。この辺りではちょっと見受けられないんですが、実際にあの樽川人道橋という渓人会の職員口の、まあ、表側にある、人道橋のたもとには河川マンホールがあります。はい、まあ、こんな感じでかなり、見ていただくと、まあ、坂になっているということで、相当土地が低いということが伺えます。なぜこんなところに、排水溝があるのかというところで、まあ、何か、石もありますね。これなんだっけ、なんか基準点舗装ですね。この中はまあそんなに何かあるっていう感じではないです。まあ、ちょっとお邪魔しますけれども、はい、もう枯葉で埋まってますね。もう一個ありますね。はい、で今回はですね、こちらですね、この手犬の像というのがここの公園もあるので、まあ、ちょっと今回は撮影しているという感じです。はい、手犬の像ですね、こちら駅前のものよりもだいぶ小さくて、18、36の18、大体50センチちょっと、まあ、60センチないぐらいでしょうかね。台座も含めると、まあ、そういったものになっております。こちらもですね、公園内の設備ということで、手稲区の土木部で管轄しております。特に何かこう、刻印が掘られているとかっていう様子はないですね。で、ここ、チャプチャプ広場というんですけれども、夏場はですね、水が出ております。まあ、その水がですね、まあ、樽川排水と何か関係あるのかななんて思ってたんですけど、特に関係はないのかなというところですね。まあ、ポンプ制御盤というものがここにあるので、まあ、普通に水道管を引っ張ってきて、まあ、ポンプで噴射しているというような感じではないでしょうか。まあ、こう見ると非常に特徴的な土地の高さですね。あ、ありましたね。はい、河川マンホールですね。ということで、この下に暗渠河川が通っている、現在の前田川ですね。はい、ちなみに、私も手犬区民の誇りとして、はい、ウーバーイーツのカバンにコックさんの手犬貼っ付けております。商業利用ではないので、自由に使うことができます。で、もう1体ありますね。はい、手犬の像です。手犬区内では現在、南口広場、それから前田のピーマン公園だったかな、かぼちゃ公園かな、どっちかですね、科学大の方にもう2体あって、全部で5体、その手犬の像というものがあることを認知しております。で、こちらのものは平成26年ですね、この公園にチャプチャプ広場とかをまあ改修工事で設けた際に、手犬区民にもっと手犬のことを知ってもらいたいということで、このような像を設置したということです。手稲駅南口のものに関しては、区政30周年記念事業として、
設置されております。はい。まあ、こんな感じで、七かまど公園ですね、特徴的な土地の低さ、河川跡、そして手稲造というなかなか見応えのある、公園かなと思います。夏場なんかはね、保育園の子供とかがすごくたくさんいらして、水遊びを楽しんでいる、そんな公園ですね。はい、そちらはですね、前田の変電所と、今現在再開発中の、旧ほのかじゃなくて極楽湯ですねの跡地になっております。はい、ちょっと短いですけども本日はですね、あけぼの七かまど公園ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。